始まりました、ハラブルチャンネル。イエーイ。トータルビューティーからまさとです。ヘアメイク科のあみです。ヘアメイク科のえみです。ヘアメイク科のひなのです。今回は原宿の美容学生の高校時代のことと、高校時代にやっておいたらよかったことについて話していきたいと思います。それでは話していきたいと思います。まずみんなどんな高校生だった？まさとくん。僕はずっとバスケットやってたのから、ずっと高校生の間はバスケットしてた。バスケっぽい。やってそう。やってそうだよね。やってた。ファッションとか美容についてはいつから興味持った？エミは。自分は中学生の時にテレビの番組ですっぴんからメイクして変わるっていう変身をやってて、それを見た時に、あ、美容ってこんなに人を喜ばせるんだなみたいな、幸せにできるんだなっていうのを分かって、そこから興味持ち始めた。ヤマちゃんはどうだった？私は高校1年生の頃に、みんなおしゃれしてて、で、可愛いなと思って、私もなんかそろそろおしゃれしないとやばいなってやり始めちゃって、それからおしゃれとかに興味を持ち始めました。制服ファッションとかしてた？なんかしてた、ひなのちゃん。制服ファッションは高校の時はよくスカートめっちゃ折りまくってだよね。なんかパーカーとか放課後羽織ってたりした？はしてなかったです。ああ、してなかったんじゃん。アミは？私はなんかギャルが好きだったから、高校時代は先輩とかもすごいギャルだったから、放課後とかは制服もうめっちゃすんごいスカートちょんちょんにして、今で多分履いてる子少ないかな、ルーズソックス履いてすっごいギャルギャルでプリクラ撮ってましたね。カラコンとかもめっちゃすっごい大きいカラコンはめて、すっごいギャルギャルにして、めっちゃ楽しかったよね、高校時代。戻りたいよね。まあ今もギャルだけど、いや違うからやめてもらって。なんで美容学校に入ろうと思ったの？僕はそのメイクがすごくしたくて、このハラベルは僕の学科はメイクを専攻するコースがあって、そこにすごい惹かれてハラベルに入った。へー。でも男の子でメイクってすごい、あんまね、いないからすごいと思う。確かに。エミは？あ、自分はもうさっき言ったんだけど、テレビの企画で素敵だなって思って、自分もこういう裏で働く仕事がいいなって思ったのがきっかけですね。矢野ちゃんは？私は友達とかお姉ちゃんとかによく小さい頃ヘアアレンジとかメイクとかしてて、その時にたくさん喜んでもらったのが嬉しくて、人を喜ばせるのってすごい素敵だなと思って、なろうって思いました。すごい、すごい、しっかりしてる。ハラベル選んだ理由とかってある？やっぱりその先生と生徒の距離が近いっていうのが一番の理由で、まあ、入ってもう思ったんだけど、すごい授業のことじゃなくてプライベートのことだったり、例えば先生そこの服どこのとか聞いて、これどこだよとか言ってくれたり、が本当に若いし可愛いし仲良くできるから、確かにね、すごいね、いいよね。高校の時の恋愛とかってどうだった？僕は全然なんかその大したなんかすごいキュンキュンエピソードとかはないんだけど、高校3年生の時に一人だけお付き合いした人がいて、そうぐらいかな。こんなに全然ハートなこともしてないし、スクールラブとかしちゃった？え、じゃあアミの恋愛話聞きたい。私は高校1年生の時に、本当に入学した当初ぐらいの時にあっちに先輩がいて、なんかめっちゃかっこいいと思って、ね、めっちゃ笑顔振りまいてたらこうやって手振ってくれて、一回もうそこでもう恋落ちちゃってやばっと思ったんだけど、その先輩が彼女できて諦めました。負けました。もう負けちゃいました。青春、それも青春なので、そこは本当にかっこよかった、マジで。学校に行く時とかってメイクしてた？してました。中学の頃とかになっちゃうんですけど、エチュードハウスのことが流行ってて、それをバレないようにみんなでやったりしてました。え、でも意外と先生ってさ、分かってるよね、多分。見てめっちゃめっちゃ分かってる、高校時代とかリップ塗ってるでしょ。ほんのちょっとしか読んでないのに、そう、めっちゃね。アミはめっちゃ振ってくる。私
はメイクはもう本当に文化祭の時とかにバッチバチにしていくって感じで、そう でも普段はめんどくさいからカラコンだけとか、でもカラコンもダメ、本当はダメなんだけど、先生にカラコンしとるやろみたいな言われたけど、うん、ちょっと内緒でって言ったら、じゃあ内緒でって言われたので、それがでも良かったですね。いいどうですか、ね、いや自分は本当にもうメイクもカラコンもアイプチもダメだったし、そうだから、でも自分は本当にすっぴんで行くのが嫌だったから、うん、もういかにバレないか、もう涙袋を薄く線描いて鼻筋 もう薄く描いて行ってた。すごいね。でもやるとやんないじゃ全然違うから、自分のモチベーションも変わるから。確かにそうだね、ありがすごい。高校生の時の服装とか私服とかどうだった？お金なかったから確かにね、そう、うん、バイトもあんまりこうできてなかったから部活もあったりして、うん、今よりはなんかちょっとなんかチープな感じだった。確かに GU とかユニクロが多かったかもしれないけど、今はポイントポイントで使ってる。例えばこの中のインナーが GU のタートルネックとかだったり、しまむらとかでも全然良かった。あの下げるのはめっちゃインナーとかしまむら、これ GU であるやつよ、結構あるし、確かに良かった。どうだった、ひなむちゃん。ロングスカートめっちゃ履いてました。意外。ロングスカート履いてたんですけど、ロングスカート似合わないよって友達に言って正直でミニスカートにしたんですけど、ミニスカートにしたら好きだった男の子がいたんですけど、その人にドン引かれちゃって、でそっから普通にいろんなファッションするようになりました。ジーンズとか。あ、そうです。あ、ミニスカート可愛いけどな、うん、だって男の子からしたらね、だから見るんじゃない、他の人は。高校時代にやっておけばよかったって後悔してることとかってある？自分は今は自撮りをするようになったんだけど、美容学生になってみんな周りがしてるから自分もそんな抵抗がなく自撮りできるようになったんだけど、高校の時は周りに自撮りしてる人がいなくて、それを上げてる人もいないわけだから、自分が自撮りしても載せなかったし、自撮りしてる自分が恥ずかしいって思ってたんだけど、今は美容学生になってヘアアレンジとかも学んでファッションも学んで自信が少しだけついてから、まあ、上げれるようになったし、まあ、お世辞かもしれないけど可愛いって言われるのがすごく嬉しくて、ファッションとかメイクもすごく楽しくなった。高校の時にもっとファッションとかに意識を持っておけばよかったなっていうのが分かるよね。まだ限定的な話になっちゃうんだけど、もしメイクを学びたい男の子がいるなら、自分の顔でもマジでたくさんやっといた方が。あ、確かに。俺入学した直後はアイラインもそんな引いたことなかったから、もうこうやって震えながらやってるんだけど、本当にいろんなメイクたくさん女の子もしといた方が多分絶対ね、うん、そう、確かに生きる気がする。確かにね、あれで SNS、うん、今の時代はそうだよね、うん、なんか就職でも聞かれるところは今のフォロワー数何人ですかとか、 SNS でどういうこと頑張ってますかとか聞かれるから、 SNS のフォロワーは伸ばしといて損は絶対ないと思う。やっといけばよかった、本当に。かといってフォロワーフォロワーみたいな全部 SNS にとらわれすぎても良くないし、本当にまあほどほどに、ほどほどにいい感じで、うん、これから来る地方の子たちになんかしておくべきこととかってなんか、自分も結構田舎だったからこっち出てきて周りの子たちがすごいおしゃれだったのね、そんな服着るんだって思ったけど、自分もいざそういう服を着てみようって思ってきたら、結構自分いけんじゃんみたいな結構自分に似合うじゃんみたいなっていうのが結構あったから、もう胸を張ることだよね。もうこっち来て本当にもう恥捨てちゃった方がいいよ ね。多分おしゃれな人って地元で地方で浮くと思うけど、うん、そんなに気にしてたらダメだよ本当に。そうだよ、浮いてなんぼ。そうだよ、その通り。自信、自分に自信持ってください。え、どんだけなんか変な服とか着てても竹下通り歩いてたらもうおしゃれじゃんってなるから、なんか薄まるしね。そう自分だから竹下ならすごい、竹下本当にすごいよ、うん、本当にね、いろんな人いる、うん、もう今の高校生、まあ、地方から出てくる子もいるかもしれないけど、もう本当に胸を張ることが大事だよね、うん、でさ、やっぱり自信持つことが一番大事だよね。自分に自信持ってほしい、欲しいよね、うん、はい、いかがでしたでしょうか。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントお願いします。それでは
バイバーイ。